てるけどね、涼しいんですよ。心地がいいっていうの、涼しいっていうよりも心地がいいですね。おーすごい、これはいい。塩の香りがすごいもん。鎌倉大仏の方から結構、15分ぐらい歩きまして、ここにたどり着きました。いいですね。ここ一帯がもう由比ヶ浜の海水浴場って感じですね。うん、奥まで続いてます。なんかね、海辺の付近、こっちの方歩きたくなっちゃうよね。波の音が本当に新鮮。海だもん、本当に生の海。生の海って言い方おかしいけど、塩だからね。海水、海水、川じゃないからしょっぱいと思うよ。もう裸足になって行きたいなって思うぐらいなろうかな。波がすごーい。曇ってるけどな、どんよりしてるけど、残念ながらあいにくの天気です。鎌倉いいところですね。海もあるから。鶴岡八幡宮に到着です。鎌倉といえばここですね。久しぶりに来たな。いつぶりやろう。高校生ぶりかもしれない。僕が最初に来た頃は木があったんですよ。確か。
ということで鎌倉駅まで来ました。小町通りでは結局何もせず、ちょっと外れで鳩サブレ本店で鳩サブレを買いました。ということでこれから帰りたいと思います。鎌倉観光と江ノ島観光めちゃくちゃ楽しかったですね。雨が降ってきちゃったぜっていう感じですけど、ということで、ぜひ皆さんも鎌倉観光してみてください。ご視聴ありがとうございました。